大家早安。早安。今天呢，我跟文当要去姊妹队他们家做客，然后文当呢，他终于第一次要见到艾比酱了。結構楽しみにしてた。初めて会うから、そのアイスブレイク用に、艾比ちゃんが喜んでくれるように、私たちはプレゼントも買いました。みんな大好き、ソイちゃんです。我们两个在玩具店想超久要买什么给艾比酱，因为艾比酱其实很多玩具都很喜欢，最后我们两个就买玩具总动员的小恐龙。等下再给大家看艾比酱收到的反应。前ルーちゃんから聞いた話でさ、めちゃめちゃ明るい子じゃん。俺もちょっとね、子供の心をね呼び覚まして、艾比ちゃんと一緒にねめちゃめちゃね楽しもうと思う。但是跟大家说，文章前一天晚上超紧张的，他就在练习怎么跟艾比酱玩，然后。我就要负责扮演艾比酱，文章就跟我玩这样，然后文章就突然对我大喊：“史密勒酱！”我就说：“史密勒是妈妈，小朋友才是艾比。”完全間違い。はじめまして。はじめまして。あ、切れてる？私たちね、あのプレゼントをアイビちゃんに用意したの。見てアイビちゃん喜ぶかな？喜ぶかな？あ、お、あ、お、あ、お、何何？カイリのキャリア。すごい。よかった？あ、よかったよかった。よかった。嬉しいこっちも。アイビね、もともとねウッディはないけど、バズとポッキーとジェシー持ってるから。よかった。怒らなくてよかった。ね、もともとバスにしようかなとめちゃ悩んでて、よかったね。よかった。アイビー可以全部全员集合啊。嗯，じゃあ持ってくる。堪用。我们刚好买到艾比没有的恐龙。やった。おお、すげえ。かっこいいね。首回るよ。でしょ。本物だ。Poki 呢？这个玩具只要听到声音就会动。今天的午餐呢是紫米勒桑做的哦，天哪，看起来太好吃了吧！天哪，天哪！呀，紫米勒桑本当すごい。どれが一番食べたい？それだよね。あとこれ。それも。せーの、いただきます。あ、美味しそう。现在吃完午餐，他们俩在玩乐高，文当跟艾比在旁边玩游戏，紫米勒桑还切了蛋糕，我们一起吃。ありがとうございます。Yeah, welcome, 我好渴吗？现在艾比要念书给文当听。命はどうして大切なの？どうして？命は暗闇の中から生まれます。いっぱい食べて大きくなってね。いただきます。これ素敵な子供だ。紫米勒的耳环好漂亮哦，是网状的新颜色。对，这个是东京铁塔，讲讲。我给大家近看一下下。今年要出的。好美哦，红色跟白色。然后就如果可以办活动的话，今年的就是抹茶，它是抹茶，就是我很喜欢的配色。为什么会想到要做抹茶呢？其实我的饰品基本上都是会有日本的元素，因为很喜欢日本。抹茶其实是一个日本很传统、很重要文化，抹茶就是京都的代表。京都我就会想到金阁寺。黑色跟军绿色比较近色，所以需要一个颜色去做冲突。那金色是非常非常的很冲突、复古、古典美的感觉。那我看到旁边还有一个很特别、没有看过的形状，这个。对，这就是这一次我很荣幸，就是跟紫晴的品牌一起做 collab。为了这一次东京时装周，我们第一次非常荣幸的沾到光，就是我第一次。上了东京时装周，它完全是没有重量的，很轻吗？很轻，超轻，它是一个没有重量的耳环的感觉。但是秀款是没有贩售啦，因为这个真的超难做，大概失败50万次。很期待十月会有台北时装周，好美哦！台北会比较华丽，这次是极简风。每次都有很大的挑战，每次来你的工作室都有新的发现跟新的作品，每次都很期待。
们要去吃饭，是台湾料理。哇，这感觉真的是很不错呢。搭了一阵子的电车之后，天哪，好可爱的画面哦！今天要去的呢是姊妹商她推荐的台湾料理店，没开，但是今天好像没开。那我们现在要吃什么呢？那就是吃香港啊，我们吃港式饮茶。耶！艾比酱还在那里哦。艾比酱帮我们倒水。ありがとう。優しいね。ね、本当いい子。紫米来跟文当介绍什么是丝袜奶茶。肠粉来了。肠粉。肠粉呢，富酱。前食べて美味しかった。アイビちゃんありがとう。他超爱的，他都会说叫做什么白いやつ，白いやつ絶対食べる。日本人聞いたら白いやつ。肠粉看起来好好吃哦。然后我们还点了腐皮卷，文当没有吃过腐皮卷，文当的第一次腐皮卷。嗯。どんな感じ？プリプリしてる。美味しい。嗯，美味しい。熱。肠粉的これは？三分かな。烧肉公仔面跟诶豆浆炒萝卜糕，那马云吞，他们那个烧肉脆皮好脆哦，咖喱，就是这个脆皮超脆的。我们要跟紫米雷桑还有艾比说拜拜了，拜拜，拜拜，哎呀，他们，谢谢艾比酱，拜拜，拜拜，马上熬我呢，耶，马上，拜拜。また遊ぼうね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。たとえ夜が明けようとしても